若君も僕ともっと話したいのですか？でしたら一緒にラストナンバーの忘れがたい今宵を歌いませんか？新春の鐘が若君のために鳴り響いてるよ。これで千文字くらいある早口言葉だってスラスラと話せる気がしてきたよ。先の昇格と僕、その交際脱目という番組、若君はどう思いますか？僕は各会場で司会を兼任したことがあります。ん？若君はそんな僕に野良仕事とかやらせるつもりじゃないですよね？東西南北、世界各地で盛大な親睦を深めております。共に人間界を探索し、空想のために頑張ろう。拍手をし、さらなる演出を。もう終了の時間ですか？ラストナンバーの忘れがたい今宵が聞こえる。さて、続きは CM の後で。間もなく新年の鐘が鳴ります。新たな一年がいよいよ始まりますよ。視聴者の皆さん、これから僕と一緒にカウントダウンをしましょう。それでは皆さん、カメラと一緒に戦闘会場へ向かいましょう。視聴者の皆さん、世界の皆さん、こんにちは。正髄を迎え、服を受ける。若君とお会いできて、まさに天地の家、和して万事なるという良き兆しでしょう。金慶は時を告げて、千古の人家が知る。若君、僕らみんなで元気よく、おはようと言おうか。今夜の花も美しいし、今夜の人々も喜ぶ。空想の夜は、若君のおかげで花も乱れ咲き、星もキラキラ輝いています。若君は、僕の弁舌の際がさらに磨きをかけて向上するよう、激励としてこの贈り物をくれましたか？お気遣いいただき、ありがとうございます。この髪型、若君はどう思いますか？空想の新年会で司会者がする専用髪型として、ふさわしいでしょうか？握手をするときも、元気な精神状態がわかるようにすべきですよね。いかがでしょうか？僕のやる気、感じますか？この国には、立てば待つということわざがあります。これは元気な精神のことを指しているんですよ。年々猶予は、いつの年でも余裕がある、との意味なんですよ。僕の名前は、縁起のいい言葉ですよね。若君は、春練という風習がありますが、やってみたいですか？では、僕が条練を出しますので、若君は可憐をお願いしますね。若君と同じステージに立って、僕の血潮が、上々に湧き立ってきました。